アレジアント・スタジアムはアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス都市圏のパラダイスにある屋内型ドームスタジアム。NFL のラスベガス・レーダースとネバダ大学ラスベガス校の u n l ーレベルズが使用する。スタジアムは週間高速道路15号線沿いにあり、隣接地にはマンダレーベイがある。2017年9月に建設が始まり、2020年7月末には 利用可能となった。2020年9月21日のマンデーナイトフットボールが最初のイベントとなった。アレジアントヤが命名権を獲得している。2015年時点の建設予定地のヨース,スタジアム建設地は長年空地となっていた。2017年夏に18億ドルの建設費を投じて11月13日、ロジャーグッテル NFL コミッショナー。 マーク・デイビス・レーダース・オーナーらが出席して、非公式が行われた。2020年7月末に利用可能となり、2020年9月21日の NFL ゲームが、コケラ落としとなった。将来的には、スーパーボール、NCWA ファイナル4、レッスルマニア、モンスタージャムワールドファイナルなどの、大型スポーツイベントの誘致を目指す。2022年には、 プロボールの開催が決定している。ドーム型スタジアムであり、屋根は開閉しないが、ラスベガスストリップに面したカーテン状の窓が開閉する。床には人工芝が敷かれて、ネバダ大学ラスベガス校が使用するが、ラスベガスレーダース使用時には外部から天然芝を乗せたプレートが運び込まれる。コロナウイルス感染症の流行により、2020年シーズンのレーダースの試合は、 全て無観客となった。同シーズンの UNLB レベル図の試合は3%に観客数を制限して行われた。ありがとうございます。